宮崎県諸挙田軍の一諸県軍は宮崎県にあった軍。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。軍名は危機に、日向国諸県君の女、名は神長姫、そのがん容荒れみ、初見君泉姫、大見家を剣る、日本初期巻7傾光天皇18年3月上、日向国に上皇あり、名は神長姫、 すなわち初見君、牛諸いの女なりなどの記事が見られ、その起源の古さを伺わせる。初見は、現在の東諸方郡国富町に存在した地名で、この初見君の本拠地でもあったとされるが、当時は大和王権の影響力が及んでいなかった地域も多く、諸上が地方が初見君の主領域と一致したかは、不明である。名が明確に確認できるのは、 俗に本気からであり、演技式において、ほぼその後の領域が確定された。和名類受賞では、無吉方と訓じられ、軍には八つの里が存在しており、県、多郷、八代里、宇流郷、宝部里、大田里、春の里、牧田宿郷、山賀里が記載されている。式内社、演技式新名帳に記される軍内の式内社。中世には、 宇佐ぐ領の初県僧となった、現在の国府町、綾町を除き、この領域を中心に、島津僧が開拓された。以来、江戸期まで領域に変動はない。1587年の豊臣秀吉による九州征伐後、島津市は、薩摩、大隅に加えて、本軍を安堵された。四分割された、初県軍の範囲明治22年5月1日の、 町村政志向以降の変遷、ありがとうございます。